はい、どうもおはようございます、トミーです。今日は5月の15日ですかね。はい、土曜日でございます。はい、いかがお過ごしでしょうか。大事な試験が今日はありまして、ちょっと動画をまた、お届けしたいなと思います。結構ですね、私が今住んでいるところは岡山県の田舎の方でして、はい、都心部の方まで車で出るわけなんですが、片道ですね、多分2時間かかんないぐらいですかね、片道が。はい、往復、約4時間ぐらいかけて今日は行ってきます。結構長いですね。はい、まあ一応岡山県の県内ではあるんですけどね、都心に出るまでに、これだけかかるというですね、結構大変な、ドライブになりそうですが、お届けしたいなと思います。はい、まあ、岡山県はですね、緊急事態宣言が出されるということで、はい、明日からですね。いやー、結構岡山深刻みたいなんですよ。はい、まあ、東京とかね、都心にお住まいな方は、もう緊急事態宣言慣れっこだと思いますけども、はい、まあ、我々はまだ全然慣れてはいないので、これからでございますが、はい、まあ、とにかくですね、緊急事態宣言が岡山県と北海道と広島ですね、まあ、北海道ですね、ようやく出たのかっていう感じなんですけど、まあ、はい、気をつけなきゃいけないなと思っております。はい、まあ、自分がかからないっていうのもそうだし、あとは人にうつさないっていうことですかね。はい、まあ、いろいろ気をつけなきゃいけないなと思ってますね。変異型のウイルスが、まあ、流行ってきてですね、まあ、いろんな情報が、私の元にもですね、入ってきてるんですけど、まあ、あまりここでは、確かでないでね、言わないようにはしますが、はい。まあ、往々にして皆さん、まあ、ご存知の通りなところで言うと、まあ、変異型のウイルスは日本ではなくて、海外の、まあ、ほぼ海外ですよね。まあ、例えば全部海外か。まあ、ブラジル型とか、なんとか型とかっていうね、言われてますけども、まあ、日本が発祥ではなくて全部海外っていうね、ところがやっぱり、辛いところですよね。まあ、日本は島国であるにもかかわらず、こうやって海外からね、入ってくるっていうのは、まあ、致し方ないんですけど、ちょっとこう残念というか、まあ、人がね、こういうふうにこう、行き交っているグローバル社会だからこそだと思うんですけど、まあ、難しいところではありますが、しっかりとこの危機を乗り切っていきたいなと思います。まあ、私が配信しているこのアロマやハーブは、医学的なチャンネルではありませんので、その辺の情報をね、皆さんにお伝えできないのが、まあ、もう悲しいんですけども、まあ、ただやっぱり健康というね、ヘルスという大きな分野では関わっていることではありますんで、そうですね、まあ、リラクゼーションの一環としてしっかりと、伝えられることは伝えていきたいなと思います。まあ、今日のテーマとちょっとね、特に考えずに回してるので、あんまりテーマは設けてないんですが、そうですね、何話そうかな。そうだな、まあ、最近ですね、まあ、いろいろゴールデンウィークでセッションを、レッスンですかね、はい、個別レッスンをアロマテラピーでさせていただいた方がいまして、その人と結構交流をね、やらせていただいてるんですけど、本当にいろんな、ね、体の不調のお悩みだったりとか、ね、精神的なお悩みであったりとか、まあ、そういった部分をすごい相談いただきまして、すごく何ですかね、深い、めちゃくちゃこう人生の今までこうトータル生きてきた中でたくさんのことがあったよということで、まあ、私も、まあ、今31歳ですけど、まあ、それなりにいろいろありました、やっぱり。まあ、たかだか30そころの、人生ではありますけども、その年もね、結構、失敗の数で言うとまあまああるんじゃないかなと思います。まあ、失敗の数もそうだし、あとはいろいろそうですね、まあ、うまくいかなかったことの方がかなり多いかなと思います。昔話についてちょっと今後また語っていきたいなと思うんですけど、今日はちょっとこの戦闘態勢の感じなんで、ちょっと今お話しするのはなかなか
なんだろうな、哀愁漂う感じに語れないなと思ったんで、ちょっとまたお話をしたいなと思います。うん、まあそうですね、あの散々最近語ってるんですけど、まあウイルスが流行ってますんで、ウイルスとの向き合い方というか、はい、そういった形のテーマにしましょうかね。うん、ちょっとすいません、まとまってはないんですが、はい、朝からちょっとね、回しているだけでございます。まあいろんな方がいますよね。うん、ウイルスにめちゃめちゃビビってる人もいれば、まあビビりすぎてね、都会から田舎に引っ越す人も結構いるみたいですし、あとは全然ビビらないというか、まあもうしょうがないよねっていう風に割り切ってる人もいるし、まあいろんなタイプの人がいると思います。うん、でやっぱりそのコロナウイルスっていうのは、まあ世界的にね、パンデミックとして広がってきて、まあかなり脅威なわけなんですが、まあこれまでにもね、歴史を振り返ってみると、まあいろんなウイルスがね、スペイン風邪とか、そうですね、あとはペストかね、黒死病とかもありましたし、まあいろんな風邪が、風邪というかね、ウイルスが、はい、これまであったわけなんですけど、まあそういう歴史は繰り返されるっていうね、風に言ってる人もいます。はい、まあ特にその経営者の人とかが多いんですけど、まあビビってもしゃあないよというかね、またこういうウイルスっていうのは何回も何回も起こりうるというか、はい、コロナが収束したとしてもまた新しいウイルスが蔓延してくる時が必ず来るだろうと、まあね、過去の歴史を見てもね、もう今後ウイルスは広まらないっていうことは、まあ、ないだろうし、また新しいねウイルスが誕生してくる可能性も、まあ、十分ありうるということなので、まあ、この危機を乗り越えることも非常に、まあ、大切ではあるんですが、まあ、この危機を乗り越えた先にもですね、また新しいウイルスと、戦わなきゃいけないということですね。まあ頭のいい人たちはですね、このコロナがね終わったとしても、また新しい、まあ、さらに強力なウイルスがまた誕生するであろうと、まあ、当たり前ですよね。今より弱体化したウイルスは、まあ、誕生しないですよね。うん、っていう風に考えると、まあ、人間のテクノロジーの発展もね、もちろん素晴らしいことですけど、それに伴って脅威も、ウイルスもですね進化しているということですね。まあ、両方進化していくということですよ。まあ昔と比べると人間の寿命も平均寿命もアップしてるわけですしね、医療が発達しているということではあるんですが、まあウイルスもね、発達しているという恐ろしい事態が、今後も起こってくるだろうと想像されますね。まあ、だからこう根絶するっていうのはもう本当難しいのかなと思います。コロナが収束するといっても、一人残らずね感染者が減るっていうところまで行くってなると、もうあと数年はかかるだろうし、だからもうずっと怯えていてはもう全然前に進めないというか、うん、まあ私の親とかね、家族も結構ビビってるんですけど、まあビビってもしゃあないというかね、そういうふうに私は思ってます。はい、もちろん対策として密にならないとか、手洗いうがいですね、その辺はきっちりやる必要があるし、私もめちゃめちゃそこは気をつけてます、やっぱり。はい、まあ、正しく恐れよっていう言葉があると思うんですけど、はい、そこですね。あ、今日のテーマ、ようやく今9分ぐらい回してようやく思いつきましたけど、正しく恐れよっていうテーマでいきたいと思いますね。はい、この言葉結構私好きで、まあ、恐れる、ただ恐れるんではなくて、正しくしっかりとしたケアとかね、知識を身につけた上で脅威として認識しようということですね。うん、まあ、これ災害についてもそうですね。ただ災害について恐れるんではなくて、万全の体制をしっかりと作った上で、ね、備えるっていうことですかね。津波とかですね、震災が度重なって起きてきて、私たちのこの認識の、人類の認識の中に、防災っていう言葉がね、根付きましたよね。災害が起きること自体は自然現象なので、まあ、しゃあないということです。はい。まあ、しゃあないですよね。まあ、どうあがいたって、
プレートが歪めば地震は起きるし、津波も起きるし、まあ、天変地異もね、温暖化が起こってるわけですから、あの環境カオリスタ試験っていうのを、非常講座っていうのをアップロードさせてもらってるんですけど、あれは結構ですね、アロマやハーブもそうなんですが、地球環境の保全というテーマで結構取り上げてます。もちろん温暖化に関してもそうですし、土の問題、水の問題、大気の問題ですね、あとは生物多様性の問題っていう形でいろいろな角度から、問題を発してますね。まあ、地球環境を保護していこう、生物を守っていこうですね。はい、まあ、それがすごく昨今叫ばれているわけですけど、まあ、ちょっと話は変わりましたが、まあ、地球環境をね、保全していく上で、まあ、災害が起こったりするのは、しょうがないと。だからこそ防災っていうね、定義が生まれました。お水をね、備蓄することとか、あとはまあそうですね、懐中電灯とか、あとは非常食を用意するとかですね、はい、日頃から防災の知識というか、感覚を身につけなきゃいけないっていうことでもあると思います。あとは手洗いうがいもね、大事にしなきゃいけないですね。これはまあウイルスのみならず、風邪を予防する上でも、あの手洗いうがいっていうのは非常に大事なので、皆さんも意識してほしいなと思います。特にうがいよりも手洗いですね。手洗いの方がめちゃくちゃ大事ですね。はい、私はこれを数年前、まあ10年前以上か、まあ、あの誰かから教えてもらって忘れましたけど、あの、まあ、手に付着した菌を、ね、があると思います。はい、で外にね出るとね、やっぱり手にあのウイルスというか菌っていうのは必ず何かね触ってると思うんで、つくと思うんですよ。私今車運転してますけど、この車を運転するハンドルを握るだけでも菌がつくので、やっぱりその菌がついた状態の手でご飯を食べると、そうすることによって体内に菌が入ってしまうことによって風邪になるということなんですよね。だからあの菌を入れないためにも手洗いをしてから食事をするっていうことをあの心がけた方がいいんですよ。でこれをするようになってから私結構風邪をひかなくなりました。はい、そういう、まあ、印象がありますね。なので手洗いをすごく重要視してほしいです。あの外から帰ったらあのキレイキレイとか石鹸とかね、で、しっかりと手洗いをしてもらうということが大事ですね。はい、結構昔は子供の頃はね、手洗いをすることにあの軽視をしてたんですけど、それを知ってからですね、あの手洗いを真面目にするようになりました。もちろんうがいも大事なんですけど、手洗いもすごく大事だっていうことをね、意識してほしいなと思います。はい、あとは水をこまめに飲むっていうのも、喉についたあの菌を洗い流すっていう意味で、結構アスリートの人とか社長とかですね、あの風邪をひけないタイプの人とかはあのすごくこう水を飲むっていうことをね、意識してるみたいです。はい、どうしても乾燥とか、長時間ね、放置してると喉が乾燥して菌が付着してしまうので、水をこまめに飲むことによって、その菌をですね、この体の中に流し込んで、で我々の、あの体の中っていうのは菌を殺す免疫がもともと備わってますので、その免疫細胞が菌を殺してくれるということですね。はい、まあ、いろいろ喋りましたけど、まあ、防災の知識っていうのをしっかりと、備えていくことが今後大事だろうというふうに言われております。はい、そうですね、まあ、そんな感じで、まあ、正しく恐れていかなきゃいけないということです。まあ、知識も含めて、防災の知識ね、つけた上で、意識を高く持ってね、やっていく必要があるかなと思います。はい、でニュースとかね、まあ、感染者がね広がっているとか重症化するっていうのは、もちろんその密にならざるを得ない環境でされてる人はもちろんしょうがないと思うんですけど、ただやっぱりその密にわざわざ飛び込んでいく人たちがそういう風に感染したりとかなってるっていうのは、結構これはあるあるなんじゃないかなと思います。やっぱりその飲み屋と行ったりとか、まあ岡山県もね、まあ、なんでこれだけ感染者が広がったのかっていうと、私が考えるには、まず一つ目は
防災ですね、今言った岡山県って災害が少ない地域なんですよ。まあ、盆地で山に囲まれていて、津波の心配もないですし、あとは天変地異ですね、地震が起こる発生率も低いということなんですよ。あと雨があまり降らなかったりとかして、まあ、土砂崩れの割合もそこまでないということなので、結構その防災 の知識というか、意識が低いんですね。はい、なので、まあ、こういうコロナとかね、ウイルスに関しても、その防災の意識が低いということだと思います。はい、県民自体がそうなんですよ。まあ、緩い性格というか、危機意識がちょっと低いというか、はい、まあ、その危機に慣れてないというところで対応も後手後手に回るということなんですよ。うん、だから岡山県民のこの防災の、危機管理の意識を高めていかなきゃいけないとはやっぱり個人的には思ってますね。うん、まあ災害が少ないのでね、そういう意識になってしまうのはまあしょうがないんですけど、まあでもやっぱりこういうことになってますんで、危機管理ですね、個人個人の意識を高める必要があるということだと思います。はい、まあ、そういったこともね、知事が発信して、茨城知事がね、発信をねしてほしいとは思うんですけど、茨城知事がね、昨日、知事がですね、会見というかニュースで出てましたけど、目がねもう血走ってましたね。やばいと岡山県マジでやばいということで、まあ、人口の割にですね、感染者数の増加が著しいということで、東京都はねもちろん数がめちゃめちゃいるんでね、人口が、まあ、感染者数が多いのはもちろんなんですけど、まあ、人口の割にですね、感染者数の増加の率と、あと重症化率ですね、あと若い方でも重症化している割合が高いということで、まあ、非常にこう、お医者さん的にね、専門家から見て非常に危険な区域であると言わざるを得ないということで、緊急事態宣言が出されたということみたいです。はい、なので、まあ、非常にまあね、やばいですよね、そういった意味では。はい、なので県民の危機意識を高めるっていうことが一つですね。はい、あともう一つですね、まあ思ってるのは、まあ危機意識プラス、飲み屋とかね、そういった密にならない環境を、まあ、作らなきゃいけないっていうことですね。うん、まあほぼほぼですね、やっぱり都心部駅前の繁華街というかね、はい、飲み屋さんの方とかで飲みに出て感染している人っていうのが、まあ、身近にもいましたんで、そういったことを多分しない方がいいと思いますね。まあ、当たり前なんですけど、うん、結構感染してる人っておそらくそういったところなのかなっていうふうに思います。うん、わざわざやっぱりね、その密になる環境にね行かなきゃね、いいのに、まあ、わざわざ行ってるというところが、まあ、問題かなとは思いますね。うん、その辺がまあ意識が低いということではあると思うんですが、まあ、密になる環境に飛び込んでいれば、まあ、それは感染するよねっていうことだと思いますんで、まあ、なるべくね、密にならない、ようにしなきゃいけないということですね。まあ、仕事であったりとか、どうしてもね、密にならざるを得ない場合はしょうがないんですけど、密に、まあ、なるべく、飛び込まないというね、当たり前なことを意識してほしいなと思います。はい。まあ、何を言ってるんだって話なんですけど。まあ、私一人がこうやって呼びかけても、食い止めることは難しいんですが、まあ、それでも、自分が知ってる限りのね、当たり前のことでも配信するっていうのは、結構大事かなと思いますんで、まあ、当たり前のことをね、当たり前に守っていれば、そこまで、重症化するようなね、リスクはないと思いますんで、うん、正しく、知識を入れた上で、正しく、予防して、正しく恐れようと。いうことをね、しっかりと実行していきたいと思います。はい、まあ、私のチャンネルはアラマやハーブですので、抗菌抗ウイルス対策のある、精油であったりとか、まあ、料理からね、見直せるような
健康管理法とかね、そういったことを配信をしていきたいと思います。今後も、まあ一人一人が自分にできることをしっかりとやっていきましょう。はい。まあ長々と語りましたが、今日は大事な試験がありますので、しっかりとね、感染、予防策をね、対策をしっかりとした上で、はい、頑張って試験受かっていきたいと思います。はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。